敬遠するバッテリー恋支給とは野球、ソフトボールにおいて投手が打者に対して意図的に支給を与えた場合の記録である。恋支給は公認野球規則などで定義されている用語であるが日本では一般的に敬遠と呼ばれている。通常、野球、ソフトボールにおいて守備側のチームは打者をアウトに打ち取ることを目的とする。しかし、 打者の個人能力や試合の局面を勘案し、あえて打者に支給を与えて、打席を終わらせてしまう方が、最終的な勝利のために適切であると判断される、場合には意図的に、つまり、故意に支給を与えることがある。故意支給が通常の支給と区別されて、公式記録となるには公実の要件を備えて、いなくてはならないが、それら要件のすべてを満たさない場合でも、 見たものに、守備側の支給にしようとする意図が感じられるときには、敬遠あるいは、敬遠気味などと表現される。恋支球自体は、ルール違反に当たる行為ではなく、相手を封じるための立派な戦術の一つである。しかしながら、恋支球を意図した、投球中に、観客が、投手に対して、ブーイングを行ったり、アジを飛ばしたりすることがある。試合そのものの勝敗。 特に優勝争いが関わる状況などの小石級は、勝利を確実にするための作戦と許容されることも多いが、後日の打撃タイトルの阻止や、過去の記録を保存するための小石球や、それに類する行為に対しては、非常に強い批判が行われ、小石球狙いにされていることに気づいた打者の中には、抗議の意味も込めてわざと空振りし、ストライクにする選手もいる。 記録妨害行為が大きな反響を呼び、コミッショナーやリーグの会長が厳重注意したこともある。2017年からは、メジャーリーグにおいて、試合時間の短縮などを目的とし、投手が投球を行わずに、守備側の監督が、小石球の意思を求心に示した場合、投手が投球を行うことなく、打者に一塁への安全審理権が与えられる規則が採用された。 これはもともとソフトボールの国際ルールで採用されていた制度であるが、日本でも2018年からプロ野球、大学野球、社会人野球で採用され、2020年からは高校野球でも採用された。この規則を用いて打者に小意思球を与えるプレーは一般に申告敬遠と表現される。公認野球規則では、保守は投手が投球を開始するまで、 本類の直後に位置しなければならないとされている。特に濃い死球を意図した投球を行う際には、ボールが投手の手を離れるまでは、キャッチャースボックスから片足でも出してはならないとされており、これに違反すれば、投手にボーが課せられる。従って、投手はあらかじめ濃い死球を行う胸を保守と示し合わせ、保守はある程度遠く離れた球が投げられても対応できるよう、 準備をする必要がある。この、保守は、投手がボールをリリースするまで、キャッチャーズボックス内に位置するというルールは、近年、特に日本のプロ野球においては、およそ守られていない。審判員も黙認していることが多く、現実に保守がキャッチャーズボックスの外に片足を出して、構えている時に投手が投球しても、ボークと判定される事例は、ほとんど見られない。野球規則において、 小石球が記録されるのは、投球する前から立ち上がっている保守に4球目に当たる、ボールを、投手が意識して投げた場合である。例えば、投手は勝負していたがストライクが入らず、ボールカウントが3ボールレイストライクとなったので、4球目の、投球では、保守は立ち上がり、投手はわざとボールを投げて打者に死球を与えた。投手は、小石球をしようと3つボールを投げたが、 状況が変わったため勝負に転じ、ストライクゾーンを狙った。ところが、その投球も判定はボールで、打者に支球を与えた。という二つのケースでは、前者は小死球が記録されるが、後者は通常の支球が記録される。また、保守が投球前から立ち上がっているのが要件であるから、ストライクゾーンから遠く離れたところに位置して、投球を行ったが保守が立ち上がっていない場合や、 投手が投球してから捕手が立ち上がったような場合も、恋支給は記録されずに支給が記録される。恋支給の投球を、打者は打っても差し支えなく、口述されているように案打した事例も存在する。恋支給を行うには、投手は意図的にボールと判定される投球を投げる必要がある。一般的な恋支給では、投手は明らかにボールと判定される投球をするために、 そして、ボール球を無理やり打たれる事態を避けるために、打者から10分に離れた場所に投球する。補球の準備のため、捕手は立ち上がった姿勢で投球を待つ。キャッチャースボックスから大きく離れられないために、投球の目標として打者から遠い方の手を大きく横にかざすことがセオリーとされる。多くの場合、投手は捕手が保一しないよう緩やかに球を投げる。必要に応じて、捕手は 本類から外れた位置に移動して補給する。これを4回繰り返すことで打者に支給が与えられ、恋支球が記録される。これで暴動してしまう癖を持つ投手もおり、その場合は座った保守に投げるため恋支球は記録されない。保守が恋支球の構えを取らずに投手が明確に外した場合は、敬遠気味の支給と呼ばれるが、ある程度勝負に行った場合は、 無理に勝負をしないと表現されることがある。守備側の監督が、小石球の意思を球進に示した場合、投手が投球を行うことなく、打者に一塁への安全進塁権が与えられる規則が、メジャーリーグ、日本プロ野球、その他アマチュア野球、ソフトボールで採用されている。日本では、申告による小石球は、申告敬遠と呼ばれることがほとんどである。 申告敬遠性はソフトボールの国際ルールで以前より定められていた規則である。日本では2013年のルール改正により導入された。さらに2017年には MLB で試合時間短縮を目的に申告敬遠制度が採用され、日本でも翌2018年の野球規則改正によってプロ野球、大学野球、社会人野球において採用された。 高校野球では制度導入が見送られていたが、2020年より投球数制限と同時に採用されることとなった。申告敬遠制では、すでに何球か投球した後でも、小石球を申告することができる。また、申告敬遠を選択した場合、投手の投球数は加算されない。ただし、小石球を申告する前にその打者に投球していた。 場合は、その投球数は加算される。日本プロ野球では、小石球を申告するためには、監督がダッグアウトより、球審に伝達し、審判が小石球を凍る。それを見て、場内放送が申告敬遠である胸を告げる。日本の高校野球では時間短縮が目的ではなく、球審に対して、ダッグアウトから伝令を出すことが必要で、球審が 場内放送を促し、深刻恋支給するというアナウンスがかかった後に、求心がコールして、初めて打者の一類人類が認められることになっている。恋支給によって、攻撃側に対して一人、または二人の奏者を与えることは、得点機会につながるので、守備側はそのデメリットが直接負けにつながらず、かつ、それを補うに足るメリットがある場合に飲み恋支給を行うことになる。 以下のようなケースが典型的なものである。攻撃側の選択肢を狭め、守備戦術が明確になる場合、濃い指揮を行う最も一般的なケースである。走者2類、走者3類、走者2.3類の時に用いられる。守備側は1類に走者を出すことで、もともと類上にいた走者をフォースの状態にすることができ、次の打者と対戦して、ゴロの打球を打たせれば、 類に食玉するだけでアウトを取れるため、守りやすくなるとされる。一失点も許されない場面で多用される。走者三塁の時は一人だけ小石球にする場合と二人連続で小石球にする場合とがあり、前者は試合中盤などに失点は避けたい場合、後者はサヨナラゲームのピンチの場面で取られることが多い。恋死球によってすべての類を埋めることを特に満塁策と呼ぶ。 次の打者の方が、投手にとって組みしやすい場合。例えば、4番打者に、小石球を与えて5番打者でアウトを取ることに期待する。あるいは8番打者に、小石球を与えて9番打者と対戦するケースがある。右打者には、右投手。左打者には、左投手が有利とされるため、打者の左右の兼ね合いも考慮されることが多い。打者にストライクゾーンの球を投げることが特典に、 直結するほど危険であるような状況である場合。例えば、ボールカウントが先行して投手が全力投球でストライクを投げる余裕がない場合に、打者との勝負を諦めて、小石球をすることがある。例えば無視、または一死で三塁に走者がいるのにボールカウントが3、ボールレーストライクなどにした場合が該当する。記録、タイトル等に関わる場合。 守備側の所属選手が記録を保持し、あるいは個人打撃成績で上位にいる場合、それを追い越そうとする打者に対して、小意球を行い、記録や成績を向上させないようにする。ごく稀ではあるが、走者満塁で本塁打をよく打つ強打者と対戦した際、本塁打を打たれるより取られる点が少ないという考えで、押し出しを覚悟の上で、小意球を行うことがある。 所属及び球団名はすべて当時のものである。いずれも申告敬遠が導入される以前の試合である。通算記録、シーズン記録、通算記録、シーズン記録ともに、バリー・ボンズが圧倒している。ボンズの688敬遠のうち、満塁での敬遠は常日の1回だけだが、無走者での敬遠は41度、ツーストライクを取られている場面での敬遠が5度ある。 通算記録シーズン記録、ありがとうございます。